ちは、メンズノンノモデルの鈴鹿おじです。今日は、メンズノンノ10月号の、ビューティーピックアップで、紹介された3つの商品を実際に使っていこうと思います。1つ目はこちら、アベンヌのイドランススリーピングマスクです。これは寝る前につけるやつらしいです。ちょっと手に持ってみます。いただきます。いただきますよ。めっちゃいい匂いする。潤いがすごいです。これわかるかな、わからないか。めちゃめちゃテカテカ、テカテカじゃないな、質感がすごいいいです。これこの色、あ、これは塗ってそのまま寝て、寝るだけで次の日の朝肌がすっきりするっていうものです。こういうメンズノンノの撮影の前の日の晩とかに塗って肌の調子を整えて、なんかそういう時に使いたいです。ドラマとか映画の撮影の前の日とかに、やっぱニキビとか結構なんかあカサカサしてるなっていう時は、結構なんかメイクさんに言われることが多いので、ちょっと使ってみたいです。自分もディオールオムダーモシステムアイセラム目元用の美容液です。塗ってみます。こんな感じで、さっぱりする目が。でもいい匂い、なんかあいいクリームだなっていう匂いがするクマを目立ちにくくさせれるらしくて、僕は結構クマもできやすいし目立ちやすいタイプなんで、ちょっとこれを使って、目元の印象ってやっぱり結構初対面とかすごいと思うので大事なので、ちょっとこれで明るい印象になればいいなと思います。ちょっとこっちも見ます。最後はこちら、ブラウンのシリーズ7 70N1000S です。いきます。すげえ。言っていいですか。めちゃめちゃここフィットして、ここ歯がなんかこう動くし、ここも動くし、こうも動くし、この歯自体が押せるから、こうなんていうんだろう、危ない、今反ってくれる、ちゃんとここに形に合わせて反ってくれるから、めちゃめちゃ反りやすかったです。人工知能が入ってるらしいです、この子には。なんかそれでこんなヒゲの濃さを計算するのか何かわかんないけど、ヒゲの濃さを感知してパワーを調整してくれるらしいです。今僕そんな生えてないから、多分弱めのパワーで剃ってくれたのかな。ありがとうございます。メンズノンノ10月号では、今紹介したアイテムの他にも紹介しているアイテムが載ってるので、ぜひ読んでみてください。そしてこの動画が、なんだろう、グッドって思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ここですよね、毎回ここと、あとコメントも待ってます。